諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーションドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦。これは世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカネスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを捕獲し、イーバ母星へ侵攻することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級リーダーケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の狼煙を上げろ。全隊、こちらビクター1、全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。敵どもが騒ぎ出したぞ。これで切り刻んでやれ。
グランドターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。子犬ちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは左右の首から破壊しろ。ケルベロスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。最終部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。先の戦い、ご苦労。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用する。地下網内の敵残存勢力および地形確認の調査を。歩兵第三大隊および偵察小隊は先行して地下網調査を開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え自身の強化に努めるよう。分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。